こんにちは。今回の動画ではドライフライ10からの、おすすめタックルからラインの仕掛け、それからアプローチの肝まで、解説していきたいと思います。まずタックルです。竿は、同調子の竿がいいと思います。非常にキャストのタイミングが取りやすいですし、ラインのコントロールがしやすいです。その中でもおすすめなのが、以前ご紹介したんですけれども、こちらの天平天からの36ですね。33と36のサイズがあるんですけれども、少しでも長い方が特に、ドライフライの釣りでは有利かなと思いますので、この36をおすすめします。それからですね、ラインは2024年に発売されたこちらのソフティーライン、ソフティーラインの、30と33、これはですね、川の規模に応じて、少し狭い川であれば3メートル、ある程度川幅があるところであれば 3.3 メートルを使い分けています。私はもう、3.3 メートルを使うことがほとんどです。このレベルラインですけれども、ナイロンの素材でできています。で、非常に、しなやかで、さらに視認性が良くて、ドライフライの釣りに大切なラインコントロールが非常にしやすいのが特徴です。これおすすめのラインです。それからですね、ソフティーラインの 3.3m の先に、リーダーをつけてます。リーダー、以前、いろんな動画でご紹介してるんですけれども、ナイロンラインでリーダーを作ります。ちょっと簡単にできるので今作っていますけれども、すいません、ちょっと見にくいかな。ナイロンライン1号ですね。1号をちょっとこれ見にくいな、こっちで作ろう。これ今のナイロンラインだと思ってくださいね。これをだいたい30センチ、35センチぐらいかな、35センチぐらいに切りました。で、こっち側を8センチぐらいかな、折り返してぐるっと回して、これ8の字結びって言うんですけれども、8の字結びでまず大きい乳輪を作ります。こんな感じで、チョキンとで、反対側、こちら小さい乳輪を作ります。よいしょ。で、これで折り返して、こっち方に折り返して、くるっと回して、こっち入れなきゃいけない。で、これを持ってくる。ちょっとこれ普通のラインだとやりやすいんですけど、普通の手芸用ので使ってるんで、1センチぐらいのができればいいですね。はい、こんな感じ。はい、これがだいたい20センチから25センチですね。で、この1号のリーダーを、これ10からライン、ソフティーラインの先だと思ってください。この黄色いのがソフティーラインで、これが今作った1号のリーダーですね。こんな感じ、こんな感じです。玉浮き仕掛けを使うときは、この先にこんな感じで つけてて、で、ちょっとこれドライいいなと思ったら、この玉浮き仕掛けワンタッチで外して、この先にですね、ラインを
ハリスを結びます。このリーダーをつける理由はですね、ハリス結構長く取るので、そのたんびこう切れて結び替えてると結構消費しますので、この分ぐらいですけれども、節約になるのと、あとはですね、これがソフティーラインがだいたい 3.55 ぐらいの太さなんですけども、そこから1号の太さになって、そこから 0.8、0.6 ぐらいの太さになるので、なんとなくテーパーになっていて、テーパーになってるっていうことは力がですね、伝わりやすいライン、些細な差かもしれませんが、そんな感じに思ってます。で、この先は、ナイロンラインは、水にフロールに比べて浮きやすいので、こういうラインを使って、いただいてもいいですし、いつも、沈む毛針を使う時は、フロールを使う方多いと思いますけれども、08ちょっと渋いなっていう時は06を使うことも結構あります。これでも全然問題ありません。でこれをですね、結構長くつけます。80センチから1メートルぐらい、革の規模によってですけれども、そのぐらいつけることが多いです。慣れないうちはあまり長くすると扱いが大変ですので、短めから始めてもらってもいいかなと思いますけれども、いろいろ試していただければなというふうに思います。で今ご紹介したものを整理すると、これが竿です。竿からこれが、レベルライン、ソフトライン、ラン、ライン、すいません、3メートルから 3.3 メートルですね。竿は 3.6 メートル。その先にリーダーですね、1号を20センチから25センチ。その先にハリス、ハリスが 0.85 または 0.65 が80センチから1メートルと。でその先にハリスを結ぶという感じですね。こんな感じのラインシステムになってます。このように長い仕掛けを使う理由は、ドライフライの基本であるナチュラルドリフト、毛針を自然に流しやすくするためです。ドライフライを流すポイントについては、ドライフライの調光動画をいくつか挙げておりますので、そちらをご覧いただいてイメージしていただければいいかなというふうに思います。アプローチの肝ですけれども、基本的には3パターン私はありまして、まず、1つ目はですね、ハリスを固めて落とすということを意識しています。どういうことかって言いますと、こんな感じで落とすんですね。はい。で、こんな感じで落とすとどういうことが起きるかっていうと、これ実際には、透明なラインなんですけれども、で流れてますよね。こっちからアプローチしたとして、実際に流れてるんですけれども、この毛針をなるべく自然に流したいんですね。で当然周りのラインも水を受けます。受けるんですけれども、こっちから水をこう受ける間はですね、毛針が今動いてないんですね。でこの時間は
毛針がもうラインをつけてない状態というか、まあ、自然に流れている状態ですね。でこれがほどけて、しまった時は毛針が不自然に動くんですね。これ流れに対して不自然に動いてしまう。こうなると食わなくなってしまいます。なので固めてスポンと落として、なるべく自然に毛針が長い時間あるようにするということをまず意識しています。こちらがハリスを固めて落とすキャスティングの実践映像です。この中央の流れが緩くなっているポイントを狙っています。ちょっと上に木がありますので、オフショルダー気味にキャスティングしてますけれども、ご覧のような感じです。こちらがキャスティング中のラインの形ですね。ちょっと見にくいので、マーキングするとこんな感じ。非常にこの狭いループで、キャスティングして、このオレンジのラインの先が先に水について、後からふわふわふわっとハリスと毛針が落ちる感じですね。毛針が一番最後に着水するイメージです。このレベルラインっていうのは細いので水の抵抗を受けにくくて、軽いのでラインの釣りも出にくい、ドライフライの釣りにベストマッチだと思っています。で2つ目はですね、もうこのハリスを浮かしちゃいます。ハリスを浮かしちゃって毛針だけ水面についているような状態、こんな感じですね。結構このカディスがですね、いい働きをして、このハックルがあの水をこう掴んでくれるので非常にこう流しやすいですね。でこのラインも非常に軽量ですし、レベルラインも軽量ですので、ベタってラインがついちゃうこともなくて、こんな感じで浮かせてることでラインが水を受けませんので、結果として毛針が自然に流れてくる。まあ、ただちょっとここのお釣りといいますかっていうのはまあ出やすいので、その辺はまケースバイケースで流していきます。3つ目はですね、フラットな場所ですね。フラットな場所はこんな感じで直線的に置くことがあります。フラットな場所はですね、ラインを水面につけてもこう流れがあまりありませんので、水に押されるっていうことが少ない。ただ魚の警戒心は他のポイントより強い場所ですので、なるべく遠くから遠くに直線的にこの長さを、利用してアプローチするということを、大事に考えています。でドライフライを使うタイミングっていうのは、これが水面だとしますね。魚が、そこにいるんじゃなくて、こう水面を流れてくる虫をこう意識して上を向いているようなタイミングで、使います。ということは自分も水面に近いということは、外敵、外からも狙われやすい、見えやすいということがあります。ですので餌を待っていると同時に、外へのアンテナ、自分を守るためのアンテナも強く張っている状態ですね。ですので特に慎重に、なるべく遠くから、なるべくプレッシャーをかけないように、心がけながらアプローチする。そしてで魚の目の前といいますか、魚の捕食レーンに、できるだけ自然に
流していくということを意識しています。あとですね、これラインをですねベタンと魚の上にこうつけてしまうと、これでびっくりさせてしまったりっていうこともありますし、この上でですねラインを振ってるだけでも、警戒して逃げてしまうっていうことはたくさんありますので、そういったところも意識しながらアプローチすることを心がけています。はい、こちらは釣り人目線の映像です。真ん中のいい感じの流れを狙っておりますけれども、今ハリスをですね固めて落とすイメージです。レベルラインが先について後からふわふわふわっと毛針が落ちてくる感じですね。ナチュラルに流せているかなというふうに思います。友人も見守ってくれておりますけれども、なかなかこの日は厳しくてですね出ませんでした。で少し上流に歩いたところに目の前にこういい流れがありました。これも本当はもう少し距離を取ってアプローチしなきゃいけないんですけれども、 1,2 通して出ませんでしたので、奥のフラットな流れ、ここはラインを横で振っといて直線的にポン、かなり遠くに毛針が着水しているのが見えるかなというふうに思います。今見に来たんですけれども食べてくれませんでしたね。こういうところは魚の警戒心もバリバリ強いので、なるべく遠くから静かに、今なんかもこうしゃがんでアプローチしてますけれども、気配を消してアプローチすることを心がけています。で点からはですね沢が長いので手前の流れをまたぐことができたりですとか、ラインも細いので水の抵抗を受けにくくて、ナチュラルドリフトがですねフライフィッシングに比べて比較的容易にできるかと思います。魚が水面に飛び出る、とってもエキサイティングなドライフライの天から釣り、ぜひ、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。